こんにちは、アナザライブ講師の田中智子です。今日はプロの歌手の方にフリートークのレッスンをしています。観客を引きつける話し方、人前で話す話し方をじっくり伝えていきます。人前で何かこう話すというあなたにもぜひ役に立つものだと思いますので、ぜひご覧になってみてください。ここはもうライブ会場だとして、どういうふうにお二人が皆さんこんにちは、よろしくお願いしますって中でこうお話されてるのかって、はい、ちょっとやってもらいたいなと思ったんですけど、はいはいはい、私たちは鹿児島県枕崎出身の幼馴染美容として今活動しております、はい。私たちもね、ここの吉祥寺には本当に思い出深いというか本当にお世話になっておりまして、ね、きっかけがですね、はいはい、吉祥寺コンテストですね、毎年行われてますけど、吉祥寺音楽祭の中で吉祥寺コンテストというものがありまして、10年前にグランプリをいただきました。山下家からね、吉祥寺でたくさんのご縁をいただいて、いろんなところで歌わせていただいてるんですけども、今日もね、ファンの方にたくさんの前でお届けすることができています。それでは次の曲なんですけれども、私たちがですね、この吉祥寺とのご縁をいただいてから、吉祥寺の姉妹都市ルーマニアで、そうですね、2回コンサートをさせていただいたんですけれども、それをきっかけに、はい、お届けしたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。全然ダメなんですよ、本当にもう本当こんな感じで、もう誰でも形ですか、なんかね、そう決まってない時はアイデアなんかこうやってこう作ってそれに乗っかるみたいな感じでもなんか喋らないといけないって思って喋り出すんだけど、考えがまとまっていないから、ちょっとこう支離滅裂だったり唐突だったり、そういうのが結構今でも本当に急に振っちゃったので、準備する間もないままお二人がやってくださったので、すいません、ありがとうございます。一瞬ちょっとマリさんは少し早口気味かなと思って、すごい早口で、呼吸が浅いと早口になるんですよ。呼吸浅いんですよ。で、案外間があっても全然喋らない時間でこうピタッってこうあっても、聞いてる人ってあんまり気にならないんですよ、ね、自分だけが気になってるからどんどん詰めようとしちゃうんですよね、うんうん、なので私はなんか見てくれてる人が結構おじいちゃんおばあちゃんが多かったんですよ、うん、地方の NHK って、うん、なので、目の前にいらっしゃる視聴者の方は顔見えないんですけど、私は基本80歳ぐらいの方が聞いてるっていうのをずっと頭に持って喋ろうと思ったので、うん、もうゆっくりすぎるんです、ゆっくり、皆さんこんばんはみたいな感じで、皆さんこんばんはみたいな感じよりも、皆さんこんばんはってちょっとこんばんを置くぐらいの方がやっぱり聞きやすいし、でも確かになんか自分がたまにすごく落ち着いてる時があって、うんうんうん、その時は結構ゆっくり話してますね。うん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 、そうかもしれない。一緒に通して読んでみたいと思います。はい、はい、じゃあいきましょう。せーの、あえいうえおあおかけきくけこかこ、ちょっとこう話す感じで、はい、させしすせそさそ、もうちょい上に持ってもらっていいですか、この壁にバンってぶつける感じで、はい、せーの、たてちつてとたとなねにぬねのなのはへひふへほはほまめみむめもまもやえいゆえよやよられりるれろらろわえいうえおわおがげぎぐげこがごなげにむげごなござぜじつぜぞざぞたでじつでどだどぱべぴぷべぽばぼぱぺぴぷべぽぱぽ
ます。いい感じですもっとなんか口を大きくいけます ね, ね。あ、わかりました。意識してなかった。顔の筋肉をぜひこう動かすことを意識してもらいたいんですけど、はい、口っと大きく開いた方が絶対大きい声が出るので、はい、ずっとびっくりした感じで、はい、いきますよ、はいはい、せーの。あえいうえおあおかけきくけこかこさせしすせそさそたてちつてとたと。いい感じでした。ここまでで、音の高低みたいなのをよく出す練習で、めちゃめちゃ高い声、あえいうえおあおっていう普通の音よりもこう高い音でちょっと出してもらいたいですね。あえいうえおあおで次にかけきくけこかこで次高いさせしすせそさそで低いたてちつてとたとっていうのをびっくりした顔というかガッと開けて、今の高い低い高い低いっていうのを一緒にやりましょう。はい、いきますよ、はい、せーの。あえいうえおあおかけきくけこかこさせしすせそさそたてちつてとたと。次は見たことがあると思うんですが、この滑舌練習の基本でございます。何て読むと、これよご覧になったことってないです。ないですか？もうこれアナウンサーの人たち多分すごくこれで練習していて、あ行か行、作業ってあるんですけども、あれ何行が苦手とかあります？あるんですよ。何人でも何行かね。作業は結構アナウンサーって苦手な方が多いんですけども、うん、診察室視察申請書審査っていう。診察室視察申請書審査。すごいじゃん。私全然こちらから。言ってもらっていいですか。診察審査申請書審査結構ね、言葉の意味でプツッと切るといいですよ。診察室視察これ3つの言葉でできてるので、申請書審査申請書と審査でこう真ん中で区切ると申請書審査、うん、あいおい、いえあおい、のあおい、あおあらし、あおいえ、えおうみ、えうちは、あおはあいよりいでて、あいよりあおし、あいおい、いえあおい、のあおい、青嵐、青い家、えおうぎ、えうちは、青は愛より、いでて、愛より青し。いいですね、いいですね。言いづらいですか？あ、そうですね、意識いいですね。でもすごくいいと思います。滑舌いいですよ。いいですよ。じゃあ、親や母親にお謝りの一行を、まいさんに言ってもらってもいいですか？はい。おあやや母親にお謝り、謝り終えたら母親を敬いなさい。最後の母親を敬いなさいのところもう一回言ってもらっていいですか。母親を敬いなさい。ここもなんか母親を覆うってちょっと癖してしまうので、ちょっとこう意識的に母親を運に力を入れるといいと思います。母親を言いづらいです。母親を敬いなさい。母親を敬いなさい。歯の音って一番力がいるんですよね。
へっ、ふわってこう息が出てしまうので一番疲れる。しかもそれは歯が2つもつながってるので、おやってこう、ちょっと言いづらいですよね。母親、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 もう一回母親を敬いなさいって言ってもらっていいですか。母親を敬いなさい、うんうんうん、すごい良くなりました。今すごい今いいです。良かった、うん、いいですいいです。そしたら、あゆみさん、はい、そこの1行お願いします。おわやや、おわやや、おわやや、おやや、や、おわやや、おわやや、名前、名前、あやちゃん、あやちゃん、あやですよね、はい、おわやや、あ、名前なんだ、そう、おわやや、母親に、おわやや、おやややすいません、もう一度お願いします。はい、はい、おわやや、母親に、おやまり、うん、おやまり、おやまり、おやまりあい、おやまり、すいません、大丈夫です。はい、謝り終えたら、謝りか。なんか多い。もう一度行きます。はい。おわやや、母親に、おわやまり、謝り終えたら、母親を敬いなさい。おわやや。おや、こう早くなっちゃうんですね、うんうん、おわやや、母親に、おわやまり、おわやまり、うん、その文章の意味をちょっと考えてみましょうか。そうですよね、あやちゃんって子がいて、これまず母親が、まあ、あやに言ってると、はい、あや、母親に謝りなさいと、そうです、謝り終わったら、母親を敬いなさい、はい、わかりました、はい、おわやや、母親に、おやまり、もう一回いきます。戻りましょう。おわやや、母親に、おあやまり、うん、謝り終えたら、母親をいや敬いなさい。難しいですか。難しいですね。本当すいません。難しいですね。あの教えがいが生徒と思います。